ポートヒューロンはアメリカ合衆国ミシガン州セントクレア軍の都市で同軍の軍庁所在地である。人口は3万184人。セントクレア側に係かるブルーアウターブリッジによってカナダ・オンタリオ州のポイントエドワードと結ばれている。ポートヒューロンはヒューロン湖の最南端、またミシガン州の最東端に位置する。市内には2つの製紙工場があるほか、観光業や 自動車産業が盛んである。また、歴史のあるダウンタウン、遊歩道、マリーナ、博物館、東大、総合娯楽施設などが特色である。ポートヒューロンは1955年と2005年にオールアメリカシティアワードを受賞している。トーマス・エジソンが少年時代を過ごした都市としても知られている。1814年にヒューロン湖の付け根にあたる位置にグラティオットトリデが、 建設され、これがこの地域における最初のヨーロッパ系アメリカ人の入植だと考えられる。ポートヒューロンの一部は1836年までオジブウェ族の特別保留地であった。1857年にポートヒューロンは姿勢を敷いた。造船と木材交易の成功により、市の人口は1850年代後級速に増加し、1870年までには、 周辺の村をしのぐ人口を抱えるまでになった。1871年にポートヒューロンは最高裁判所によって軍庁所在地に指定された。しかし1871年10月8日の日曜日にポートヒューロンとその北側のサニラック軍、ヒューロン軍は退化に見舞われた。同日にはホランド、マニスティー、ペシティーゴ、それにシカゴなどでも別の火災が発生している。 ポートヒューロンではさらにその10年後にもサムファイアーという大火が発生し地域一帯を焼き尽くした。1895年にはかつてのグラティオット鳥で近隣の方とグラティオット村を併合した。1962年に市から数マイル北にあるレイクポートで民主的社会を求める学生という政党が結成された。彼らはそこで政党のマニフェストである。 ポートヒューロン宣言を起贈した。以下はミシガン州のヒストリカルマーカーに認定されている場所である。ポートヒューロンはザサム地域において最大の都市で地域の産業や貿易の中心である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。市の行政はシティマネージャー制をもとに組織されている。市議会議員は 市の最高総務責任者である、シティマネージャーの責任で任命される。シティマネージャーは、市の行政事務を監督し、市議会で成立した政策を実行する。また、最高総務責任者の立場として、行政部門を組織する責任を負い、特定業務を実行する部門の活動に対して、責任がある役員の任命権や解任権を持つ。市議会は、 市長と6人の合計7人で構成される。2011年に行われた選挙から市長と市議会議員を別々に投票する方式が取られている。市議会議員は4年の記者人気制で市長の任期は2年である。以前は市の事務職員であったパウリーン・レップが現在の市長を務めている。ポートヒューロンはミシガン州大重選挙区に区分されている。2002年の選挙では 共和党のキャンディス・ミラーが選出された。ブルーウォーター・ブリッジ・ブルーウォーター・エリア・トランジットは1976年に開業し、ポートヒューロン周辺地域で8つの路線を運行している。このバス会社は1時間かけて地域の様々な見どころを回るツアーも手掛けている。最近では州の認可を受けて新しいバスを購入し、 ポートヒューロンと 48km 南のニューボルティモア間で運行を開始した。通勤客は高速バスで、週間高速道路94号線上のバス停を利用することもできる。メアリーズビル、セントクレア、アルゴナックなどから、ミシガン州道25号線、ミシガン州道29号線を通るバスに乗った通勤客も同じバス停を利用できる。 この新しい運行システムによってセントクレア軍の住民がデトロイト大都市圏に移動するのが便利になると考えられる。セントクレア軍国際空港が市の中心部から 8km 南西に位置している。サーニア、クリス・ハドフィールド空港はセントクレア側の対岸のサーニアに位置している。エアカナダ参加のエアジョージアンがトロント・ピアソン国際空港への便を運行している。 ポートヒューロンには17カ所のウォーターフロント地域があり、面積0.4平方キロメートル、長さは5.6キロメートルにわたる。そのうち3つは公共の砂浜で、6つはピクニック施設を備えた公園である。市内には車を道路脇に駐車できる場所が9カ所あり、250台以上収容できる。ポートヒューロンは州で最大規模のマリーナを運営しており、 ボートを経留できる場所が5カ所ある。市内には、公園は14カ所、小さな公園は4カ所、私立運動場は19カ所、学校の運動場は9カ所、テニスコートは33カ所、公共のプールは4カ所、コミュニティセンターは1カ所、公園道路は1カ所ある。ヒューロン島大戦方とヒューロンを含むザサム地域は、単独のラジオ市場を作ってはおらず、デトロイトや、 フリントなどのラジオ市場の影響が及ぶ範囲にある。デトロイトのラジオ放送のほとんどは、ポートヒューロン周辺でも聞くことができる。ポートヒューロンタイムズヘラルド氏は、セントクレア軍とサニラック軍の地元市である。USA Today や、デトロイトフリープレスの観光元である、ガネット社によって観光されている。ポートヒューロンを含むセントクレア軍は、デトロイトのテレビ市場に属している。ポートヒューロンは、 アイスホッケーのマイナーリーグにおいて長年にわたる伝統を持つ。ポートヒューロンフラックスはインターナショナルホッケーリーグに1962年から1981年まで参加していたチームである。1966年、1971年、1972年の3回、チャンピオンを決めるターナーカップで優勝した。得点を稼いだのは主に ケングリボンズで彼はキャリアのほとんどをアイルで過ごした。ボブ・マキャモンは選手としてのキャリアのすべてをアイルで過ごした選手で引退後は NHL のフィラデルフィア・フライヤーズやバンクーバー、カナックスでコーチを務めた。コロニアルホッケーリーグのチームも1996年からリーグの幕が下ろされる2010年までポートヒューロンを本拠地としていた。 最初のチーム名はボーダーキャッツであったが2002年にベーコンズ2005年にフラックス2007年にアイスホークスにチーム名を変更している。著名な選手はボブ・マキロップ、ジェイソン・ファース、タブ・ラードナー、ブレント・グレツキーなど。ポート・ヒューロン・ファイティング・ファルコンズはジュニアリーグのノース・アメリカン・ホッケーリーグに参加するチームで 2010年からマクモランプレイスで試合を行っている。ポートヒューロンアイレーツはインドアアメリカンフットボールのチームで5代子インドアアメリカンフットボールリーグに参加していた。2011年にはコンチネンタルインドアフットボールリーグに参加していたポートヒューロンプレデターズが市内のマクモランアリーナを本拠地にしていた。プレデターズは2011年のシーズンを最後まで戦うことができず、 2012年にポートヒューロン、ペイトリオッツと入れ替わった。ありがとうございます。